と出してくださり、そして昨年はなんと会場にもさせていただきましたりんちろうさんにお話を伺いたいと思います、はい、もう思えば3年目で今年もステージにさせていただく予定だったんですけれども、今年は、オンラインイベントになりました、昨年ステージをさせてやっていただいていかがでしたか？楽しかったです。ああ、よかったです。常連さんの方とか、店主の方が集まって、すごい盛り上がっていたので、なんかもう地元の方にも人気なお店だなと思って、なんか楽しく、こっち側も楽しく見ておりました。うちは串焼きをメインにやっております。近くに行った時には、寄ってみてください。大きな提灯が目印になってます。応援してます。